さあそれでは続きやっていきましょう。これで終わりかな。まあ、ちゃちゃっとこう喋りながらやってってそれをまたレビューとしていこうかなと思うんですけれどが、合体ですね、やっていきましょう。なんとかここのね、前回ついた傷というかのボンドの跡を取ることができたのでよかったわ。まあ、コンパウンドで擦っただけなんだけどね。で合体ですが、こことここやっぱこいつがうまくできてないな。オイルのね、オイルハウスの中がここをしっかりはめてあげないと取れそうだな。取れることを覚悟で無理やりやってみるか。全然入りそうにない。あ、入った。よし。まあ正直言って結構難しかったね、このキットね。やっぱ長谷川っていうだけあって癖が強いな。おお、でもなんかこの愛はいいんだな。何なのかな、よくわかんねえな。だけど結構ね、こう見ての通りこうパカパカと浮いちゃってるんで、ここは後で接着剤で調整しておくか。ホイールもこれで、ホイールハウスもこれで、まあなんとなく自然になったな。 OK か。まあなんでここはどうやって接着剤で留めようかな。あんまりあからさまにやるのもな、ちょっと変な感じになりそうな気がして、ここはでもこうやってつけておかないとな、かっこ悪いからな。浮きまくっちゃってるよ。あとまだねデカールを貼ったり、ここをね筆塗りで黒くっていう、あーここね筆塗りで黒くっていうのもちょっと飛ばさせてはもらいますけれど、まあちょっとしょうがないな、このまま接着剤行きにするか。やっぱり内装と外装との間に隙間が若干あるね。まあそうなるだろうなと思ったんだけど、こっち側は意外とピタッてくっつくんだけど、こっち側に隙間が大きいんだよな。ここね、これをこう押さえながらの引っ張るようにしてマスキングテープをピタッとやっておけばこれでいいでしょう。これで流し込んでおこう。まあ気をつけるべき点っていうのはところどころあったんですけど、まあ今回はハウトゥーって感じなんで、ちょっとなんともどこをどう気をつけた方がいいっていうのはその都度って感じだったんだけど、まあ、裏から見るっていう風に思うと、ここのねラジエーターっていうか、このファンがついた部分、ここも作った方がいいと思うんですけど、なくても大丈夫だったかなって感じだな。まあもうね、お見せした通りこの辺はほとんど見えなくなっちゃうんで、まあやってもやらなくてもって感じか。よし、むにゅっとなるのであんまり力強く入れる、押し込むのはやめよう。裏から流し込むようにして、あとここもこの下の隙間からこうちょっとやるような具合にして、あんまりねここも弱いとさ、衝撃で剥がれたりするからさ、衝撃っていうかちょっと触るだけでね、あんまりよろしくないんだ。本当は前と後ろとこう爪でつけるようなタイプのやつの方が結構個人的には好きなんだよね、押し込んでくれるから。よし、でこれをつけて終わりか。つくかな。これもあれだな、後で流し込むことができないので先につけておくか。
てこれ入んねえじゃん。まさかの先に出ろっていうことだったのか。よいしょ、なんとか入ったけど、絵的にはなんか最後に入れるみたいな雰囲気を醸し出してたから後にしちゃったけど、こんなんでいいかな。なんかカタカタするな。なんかカタカタするな。うまくはまってないのかな。もうちょっと奥か。位置がわかんねえな。わあ、こう多分ここだ。多分ここだはいいけど、なんか聞きが非常に悪いな。やべえ、カメラから、ああ外れてないし。ああ、つけすぎつけすぎ。ここにこう来てるから、こうだ。うん、ここで絶対いいはず。具合が全然違う。だけどここだけで接着されるっていう風になると、こっちにもなんか接着してつける面が欲しかったな。これ上に干渉してないかな。干渉はしてないか。あー、くっついたくっついた。よし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 、 OK。 まあちょっとあんまり触らない方がいいかな。まあ比較的こいつは乾きが早いからいいと思うけど。でこのカバー、これはもうなんか支えも何もない、ただ置くだけだな。なんかもうめっちゃ干渉してる感がするんだけど、そんなことないか。いいか。うわー、やらかした。もうこれつけるの忘れた。はまるかな。強引に行ってはめてみようかね。ここを沈めてやれば下に。じゃあさ、この横接着しちゃったからさ、剥がすとよろしくないんだよね。これを忘れないように忘れないようにって思ってたんだけど忘れたな。あー、ダメだなこれは。向きか、向きが違ったのか。そもそもいや、やべ、やらかした。これはかなりまずいぞ。せっかく接着したのに横。やべえな、ケチ食らうと後までついてくるんだよな。おかげでこいつがつきやすくなったわ。これをつけることによってホイールカバー、ホイールハウスがまた邪魔しちゃうんじゃないかと思いながら。あり、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 皆さんはもうちょっと計画的に組み立てましょう。でも今回ね、これ提供してくださった方が見ながらやるって言ってたんで、鍋さんがミスるところをね
見てもらった方が一番いいでしょう。もうダメだこれ。これやっぱり最後につけないといけないんだ。めっちゃ干渉してた。よいしょ、いい。ああ、なんか変な動画で尺を使ってしまった。引っ張るようにつけて、こっち側も引っ張るようにつけて、もう何回ボンドつけるんだ。よし、なかなか厄介だな本当。これさっき、あ、入った入った。オッケー、オッケー、オッケー、いい感じ。置くだけっていうのがちょっと気に入らないな。なんかもっとこう動かないようにパチッとはまっていればいいんだけど、そうでもないな。違うか。もっと引っ張れそう。注文しました。タイヤのデカール。デカールっていうか、これね、あんまり大声で言えないものなんですけど、こういうね、あるんですよ。こういうのが売ってるんですよ、ネットで。小さいシールみたいなのが。まあ、それを買って、で、表面がポコッとしてるんで、まあ、これどこで売ってるんですかっていうのはちょっと聞かんといてください。なんか言っていいのか悪いのか分かんなくて、まあ自分が売ってるものだったら全然もう言っちゃうんだけど、人のやつで個人出店してるみたいだったから、あんまり大声で言わない方がいいのかなって。ネットで調べればね、結構出てきます。なんとなくこうね、名前打ち込んでみたいな。そういうのも活用すると
ね、リアルな感じで綺麗にできるんじゃないかな。タイヤの向きって関係あんのかな。一応パターンがあるから向きは関係してくるんだろうけど、なんか見にくいんだよな。タイヤの指示は書いてない。よし、無事にしっかりはまってくれることを祈ろう。あ、いいよ、いいよ、はまった。いいよ。あ、なんかペキつった声、ホイールハウスかな。いや、なんかペキっていう、多分これはホイールハウスじゃないな。足回りの方が結構これ辛い位置なんだな。結構さ、タイヤがさ奥に入っちゃったりするんだけどさね、結構バチバチではなく程よい。本当にこの辺のバランスすげえな、しっかりバランス取れてるな。普通だとさ、タイヤが結構はみ出たりするんだ、奥に行き過ぎちゃったりするんだけど、結構バッチリできてんだな。意外。こっちはもうちょっと入ってもいいかなと思うんだけど、若干のズレはあるな。なんかちょっと少し頭角がついてる感じがするな。多分これ自分の組み方が悪いんだろうな。よし、でも正直難しかったんだよね。で、今度はその間に台座の取り付け、あ、でももう時間がないな。台座の取り付けの方法だけ教えてって言うと偉そうだな。お見せして、いつもね、最近のやり方はだいたいこれだとどこにやろうかなっていうと、この辺ぐらいしかないんですよ。あともうオープンで扉が内側来ちゃうんで、貫通させちゃうんでね。そう考えるとこの辺しかないんですよ。で、こう来てこう来てっていうと、もうこの辺しか開けるところないんですよね。だから、いつもこう向きか、この辺に、この黄色いシールの真ん中の辺に開けますよという感じにしておいて、こうやっておく。で、定規だいたいボディの真ん中に来るようにね。こう向きで見た方がいいか。10.5。よし、こんなもん。ってなった時にこの黄色いね。ああ、ちょっと待って。机が汚すぎて上に持っていけない。だいたいこのシールが来るこの辺だなっていうのが分かるから、ここに印をつけてやる。いっと、これでもうこの方向は決まったから、今度こっち側。まだね、ミラーつけないといけないからね。ミラーのことも考えてこの辺かな。で、あと気分になったらここにエンブレムをつけたいからっていうのもあって、この辺ですよと。こっち側もこの辺ですよと。で、ここのね、さっき言ってた取り付け、ここの部分を黒く塗るっていうのは、この貼ってからでもね、もちろんできるんでね、後でやった方がまだ楽かなって。こう持たなくていいから。よし、これでこの真ん中の、あとこのね、真ん中で、こうやってみるとね、
どこを穴開ければいいかっていうのが分かるので、だいたい真ん中この辺っていうので、だいたい真ん中、そうするとここに開けないといけないなっていうのが分かるから、そうしたらマークだけ、印だけつけておいてあげよう。でここに穴を、すいませんねカメラが、穴を開けてあげましょう。すいません、なんか下の方で作業になっちゃったな。まあ、自分の場合ですとね、3ミリの M3 っていうか3ミリかのネジを使ってるんで、この台の方には3ミリで穴を開けて、ボディの方には2.8 で開けるって感じですね。引っかかりがコンマ1ずつぐらいになっちゃうんだけど、まあそのぐらいで十分ですね。あんまり2をかけて止めるようなもんでもないんで。でこちらのこういったね100均のやつを使って、ドリルを使って開けていくという感じです。まあ制作レビュー的にはかなり難しかったです。なんかでも長谷川のフェラーリってこんな感じかって、いつもあの赤箱の不死身ばっか作ってたんで、なんとなく癖は分かってたんだけど、まあそれに近い面はありますけどね。でもそれに比べるとパーツが少ないかなっていう気はしましたね。作りやすさ的には、まあ初心者向けとかそういう話になってくると、もう全然初心者向けじゃないですね。正直言って難しいです。円数キットっていうほどでもないんですけれど、まあアイな気持ちで手を出すと結構痛い目食らうぜみたいな感じですね。よし、ではね今日はちょっとこの辺にさせてもらって、もうどんどん時間経っていっちゃうんで、この後お立ち台乗せて見てもらおうと思います。ということでね、今回視聴者さんのキット提供ということでね、楽しくやらせてもらいましてありがとうございました。よし、では早速ねお立ち台に乗せてお見せしますので、見ていただけたらと思います。ではまた。